セブン、こんなところに来てもらってありがとうな。プリビエート、キリト君。私に何かご用？実はセブンに頼みたいことがあるんだ。そういうことね。あ、そうだったのか。アリスちゃんから地下迷宮のことは話が回ってきてたわ。お姉ちゃんと二人で私たちにも声がかかるかもって。そうなのか。いや、なら話は早い。いけるかセブン。もちろん、セブンちゃんに任せなさい。助かるよ。入り口はこっちだ。これが迷宮への入り口なんだ。あら、扉はないのね。ああ、そこに装置があるだろ。その上に二人で同時に立つと迷宮の中へ飛ばされる仕組みだ。なるほど。じゃあ俺が合図をするから、せーので同時に装置の上に立ってくれ。わかったわ。じゃあ行くぞ。せーの。すごいわね。お城の地下にこんな素敵なダンジョンが存在してるなんて。ああ、でもこの先には意地悪なギミックがあるから。そういうのはセブンちゃんにお任せよ。そうだな。わかったわ。何か違うな。どうしたのキリト君。いや、最初にアリスと来た時とここの文面が変わってるんだ。どれどれ。全部の刻印が使えない。わかったわ。セブン、わかったのか。刻印は4種類しかないけれど、回転には逆回転があったわよね。おお。ちょっと今子供扱いしたでしょ。いやいや、決してそんな。でもこういう手がかりでこの迷宮内を攻略していくわけ。ああ、そうなんだ。刻印を使って扉を開くんだけど。なるほど、面白いじゃない。そうだな、セブンはこの迷宮攻略にはぴったりだ。これが例の扉ね。この中から正しい刻印の扉を選ぶことで、私の予想通りに回転と逆回転の扉には、じゃあ回転と逆回転が表示されてる扉で逆。そういうことだな。待って、キリト君。どうした。さっきの謎解きはあくまで私の仮説だから。そうだけど。じゃあ私の謎解きはあくまで参考程度にしてちょうだい。え、いいのか。え、私一人のひらめきより
二人で意見を出し合った方が。あ、それじゃあセブンの意見を参考にして。よし、逆回転を使ったぞ。どうかしら。どうだろうな。だったら早く進むに限るわね。そうだな、行こうぜ。え、やったわ。センター開始よ。行きましょう。行くわ。書いてあることが違うな。どれどれ。刻印に認められし者よ。ほにゃららってというよりは意図的に読めないようにしてるみたいね。参ったな。どれを使っちゃダメなのか。あら、そうかしら。な、もう。さっきの部屋のヒントは左から並ぶ扉の位置と同じ順番だったわ。そうか、なるほど。残るは炎熱。さすがだな、セブン。でもこれはあくまで私の意見だから。あ、書いてある。刻印に認められし者よ。三つも読めないじゃないか。そうね。でもこれもそんなに難しくないわ。あ、お願いします、セブン博士。任せてちょうだい。まず読めない箇所は崩壊を除く4種類よね。けれどもこの部屋だけ一番最後が崩壊で終わってる。ほう。これまでの2部屋は歪曲だったのに、つまり最後の歪曲そのものがこの、つまり歪曲を使って最後の部屋に挑めってことね。さすがだな、セブン。
それほどでも。ああ、分かってる。それじゃあ最後の選択は。ボスの一個手前ってところだろう。待って、私も手伝う。平気なのか。私だって戦えるわ。よし、わかった、行くぞセブン。ボスの部屋までもう少しあるから。ええ、助かるわ。ここまで順調に来られたのもセブンが謎解きで正解を導いてくれたおかげだな。でも最後に選んだのはキリト君だし。そんなことないって。ねえ、ところでここのダンジョンって何か奇妙だと思わない？奇妙？だってキリト君と私の二人でなんとかなる敵の強さだし、一番奇妙なのは謎かけよ。極印の一族の人たちはどうしてこんな回りくどいことをする迷宮を。確かにセブンの疑問はもっともだ。変でしょ。まあ謎解き自体は。そうだな、セブンのおかげで俺は助かってるよ。あ、わかったわ。私たちを試そうとしているのかも。突然だな。だって
儀式をすれば何かすごいものがもらえる、それにふさわしい人間なのか、知恵と力の二つが備わってないと。なるほど。でしょ、一体どんなすごいものが待っているのか。ああ、俺も楽しみだ。間違いなくボスが待ってるだろうな。ええ、これまでとは明らかに雰囲気が違うわね。いけるか。当然セブンちゃんにお任せよ。よし、ここは派手に行こうぜ。わかったわ。俺たちの勝ちだ。
俺は平気だ。セブンの方こそ怪我とかしてないか？平気よ。これくらい。これで最後の戦いなのよね。ああ、これで全部だ。楽しみね。案内するよ。ええ。セブン、こっちだ。かなり広い部屋ね。大丈夫だセブン、何も危険はないから。でもなんだか セブン。え？あら、キリト君も着替えてるのね。まあ、どうやらここの儀式の間にいる間は。そうだったのね。罠というわけではなさそうだし、ひょっとして。ああ、多分そんなところだろう。よく似合ってるぜ。あら、嬉しい。キリト君もその姿決まっててかっこいいわよ。そうか。あ、ありがとう。いや、でも俺こういうのはちょっと苦手なんだよ。苦手？それは褒められるのか？どっちだろう。そうだったわね。ね。それで儀式ってどんなことをするのかしら。この装置を使うんだ。来てくれ。装置に手の形をしたへこみがあるんだ。ええ、確かにあるわ。なあ、つまり二人一緒にその上に手をかざすんだ。へえ。俺はこっちに。わかったわ。それじゃあ数を数えるから、1、2の3で手をかざしてくれ。え、任せて。それじゃあ始めるぞ。2の3。これで成功だ。たったこれだけ？何？光り始めた？セブン、手はもう外して大丈夫だぞ。うん、分かったわ。絆の要欄を一旦地上まで持ち帰るんだ。へえ、これがこの儀式の全部なの？いや、まだ終わりじゃないんだ。
これを持ち帰ったらこの中のリソースに俺たち二人で思いを込める必要がある。そういうこと。つまり思いを込めることで何か素敵なことが起きるかもしれないのね。まあそんなところだ。ええ、さてセブン。あら、あの綺麗なドレス外に出ると消えちゃうのね。ああ、そういえばアリスの時もそうだったな。そうなの？絆の洋蘭に思いを込めたらまた返却しに来るんだ。お、なるほど。よし、無事に帰還と。そういえば思いを込めるって言ってたけど。ああ、儀式ってのは、その二人で一晩語り明かす。アリスから何も聞いてないのか。聞いたかもしれないけど、そういう意味だったのね。セブン、大丈夫か？ええ、平気よ。大丈夫。とにかく準備ができたら。ああ、わかった。キリト君、じっと見つめたりして。いや、セブンとこうして夜を過ごすのも。そういえば4回か5回くらい？慣れてきたって、我ながらすごいことを言ってるような気がするわ。まあ、あくまでこれは儀式だから。そうよね。この絆の洋蘭にキリト君と二人で思いを込めるための儀式だもの。ああ、そうだよな。アリスちゃんから最初話を聞いた時は一体何のことかと思ったわ。思いを込める儀式のことか。ええ、そうよ。一晩語り明かすって言われたから、最初はどうして夜なのかしらと疑問に思ったの。二人で思い出を語り合うなら別に夜限定にしなくてもいいわけでしょ。そう言われてみればセブンの言う通りだな。でしょ。私はそんなことないけれど、お寝坊さんな人や夜働いて昼に寝ている人だっていてもおかしくはないわ。それにしてもこの卵のような形の宝石から。そうだな、暗黒界にいいことが起きるって。暗黒界にとっていいことよね。あ、太陽の光が差し込むようになるとか。おお、それは確かにいいことだ。荒れ地が緑で覆われるってちょっと想像しにくいけど、少なくとも陽光が差し込めば植物が育ちやすい条件になるわね。あとは水とか土壌の問題かな。まとまった雨なんてめったに降らないそうだぜ。なるほどね。この儀式で暗黒界の天候条件が変わっていくとしたら、それで少しでも平和に近づけばいいけど。なるわよ、きっと。まあ、いろんな人たちがお互い争わないって条件は必要だけど。セブンの言う通りだ。今の暗黒界は異種族同士でもいがみ合ったりしてる。でも人界という共通の敵がいて、利害の位置から団結しているに過ぎないからな。そっか、それも大きな問題なのね。まあ、いや、それをセブンが気に病むことはないよ。それもそうね。でも
私としてはこの世界がより良い環境になることに興味があるわ。それは科学者としてでなく個人としてよ。へえ、さすが天才の七色博士だな。もちろん、キリト君のピンチだって聞いて放ってはおけないもの。本当、頼りにしてるよ。でも少し不安だったんだから。キリト君がまた一人で無茶してるんじゃないかって。いや、ごもっともです。私が言うまでもないけど、本当相変わらずなんだから。ごめん。だいたいキリト君はね、いつもいつも余裕を持たずに、なんだか眠いな。このところ激闘ばかりだったし。キリト君、ちょっと聞いてるの？まったく、いつもいつも。私やお姉ちゃんだけでなく、みんなに迷惑をかけないでよね。それに、もっともっと頼ってくれてもいいのに。そりゃあ私は力が強いわけじゃないし、私だってキリト君を助けてあげたいんだから。はあ、もっと早く大きくなりたいな。もう少し大きくなったら、もう少しだけキリト君から頼ってもらえるのかしら。いつかはキリト君の隣に立って、お姉ちゃんと一緒にキリト君を守ってあげて。いけない、ここで眠っちゃったら。でも、まさか。おはよう、キリト君。あ、セブン。もう起きてたのか。ええ、ほんの少しだけどキリト君を見守ってたわ。恥ずかしいな。でも昨夜は私も途中で寝ちゃったし。ああ、すまない。確かにセブンの言う通りだ。そう、よかった。セブン。え、あ、どうかした？あ、宝石に思いを込めたことだし、これをまた儀式のままで返しに行かないといけないんだ。そうだったわね。ええ、もちろん一緒に行くわよ。ああ、また頼む。じゃあ私も用意しておくから、キリト君、準備ができたら声をかけてね。わかった。悪い、待ったか、セブン。大丈夫よ、キリト君。さあ、一緒に絆の溶卵を返しに行きましょう。ああ、もう一度儀式の間を目指すわ。またあのドレスを着られるのね。いや、遊びに行くんじゃないんだから。試練に挑むのか。え、そうなの？扉が閉まってるからな。待って、キリト君、あの光、何かしら。ん？あ、本当だ。
何か書いてあるわ。刻印に認められし者よ。ってことはこの魔法陣を使えば儀式のままで近道できるってことだ。でもなんだか不穏なことも書いてあるじゃない。つまりは近道できるけれど魔法陣を使えば最後のボスが強化されてるって意味じゃないか。そっか、時間はかかるけど同じ道をたどるか。そういうことだ。私はどちらでもいいわ。キリト君が選んだ道についてくから。そうか、助かるよ。よし、最後のボスへ近道しようぜ。ええ、分かったわ。なに、セブンと二人ならどんなボスだろうと倒してみせるさ。ええ、セブンちゃんにお任せよ。Yeah!
着替え終わるだなんて。ああ、儀式の間ではこの衣装が強制だからな。私は気に入ってるわよ。そうか。でもこういう服は息苦しくて苦手だよ。あら、そう？そうだな。セブン、一緒にやってくれるか？もちろん。じゃあまず最初に絆の溶卵を装置にはめ込むんだ。わかったわ。あら、どういうこと？眩しい。すごい光ね。絆の溶卵がこんなに光ってるだなんて。ああ、きっとこの輝きは俺とセブンが思いを込めた証拠なんだろう。そうなのね。素敵。あ、これを装置にはめ込むのよね。そうだ、装置にあるへこみの一つに置いてくれ。わかったわ。宝石を置いた。これで成功のはず。光がますます強くなってるわ。ああ、次の段階に行こう。次はどうするの？最後は二人で装置に手をかざして色句を読み上げるんだ。色句？え？何を喋るの？そんなに難しくはない。俺の名前のところはセブン。俺が先に言うからセブンは後に続いてくれ。そうなの？やってみる。じゃ、儀式を始める。ええ、始めてちょうだい。俺、キリトは刻印の試練を彼女セブンと共に乗り越えここまでたどり着いた。頼む。私セブンは刻印の試練を彼キリト君と共に乗り越えここまでたどり着いたわ。俺はこの先苦しいことや辛い出来事でもセブン彼女と共に乗り越えていきます。私はこの先苦しいことや辛い出来事でもキリト君彼と共に乗り越えていきます。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで。最後は一緒に誓いますだ。ええ、誓います。無事一仕事終えたな。あら、ねえねえキリト君、あの儀式の間から帰ってきたのにこのドレス着たままよ。そうか、ドレスはそのままなんだな。そうなの？じゃあこのドレス正式に私のものなのね。まあそういうことだな。やった、嬉しい。よかったなセブン。ありがとう。
キリト君は元に戻っちゃったのね。俺のはもらえないらしい。そうなの？いや別にいいよ俺は。よし、これで本当に儀式は終わったよ。お疲れ様、キリト君。ああ、お疲れ様、セブン。ええ、そうね。帰りましょうか。あ、でも…ん？どうかしたのか、セブン。ええ、ちょっとだけ今日のことを詩にまとめて歌にしてみようかと思って。そうか。あ、どうする？詩がまとまるまでもう少しこの場にとどまろうか。ううん、大丈夫。